今年もすごいアピールしてます。大優秀賞さん、お待たせしました。いや、今年もありがとうございます。ちょっとね、今白澤さんがね段取り中で来てくれないんだけど、ちょっとやっぱり紹介するのは白澤さんの方がいいですね。やっぱりいいの？あれ、今日コンタクトいつもしてるの？青いの、ね、え、ダメな、これガールズになったんです。そうです。おぉ、来たー、今年ガールズ。どこにいる今、だからほら、また隠れて。白澤さん、はい、白澤さん、はい、どこにいますか？今、ちょっと待ってください。おまわりさん、ちょっと待ってください。故障者今、通過するんで。あ、故障者。おまわりさんじゃないけどね。あ、おまわりさんじゃない。おまわりさんの感じだけど。あ、ちょっとおまわりさん、ちょっと待ってください。今、故障者通過するんで。あ、レッカーですか？あ、引っ張られてますね。どうしました？今、故障者通過中です。あ、やるなぁ。こういうことすんだ、アピール。故障者通過中ですよ。こういうシーンあるよね、ドラッグ野郎でもね。こういうね、大観の手前で。やるやつ持ってきますね。故障者ねえ、測ろうって思ってられないけど、なんか空車でしょ、当然。あ、やっぱりヒロヒロ故障したのかな。今日はお願いします、いちいち。いつもありがとうございます。え、あられさん、あれちゃんとなんかアピールしてくれました？来てもらいます、今から。はい、ごく一部のファンの皆さん、あられです。あ、今日あられさん、あれは記念撮影無料ですか？もう漏れなく出血大サービスで。やった、ありがとうございます。いやー、いつもね、イケメトラ軍団の先導者ということで。でも自分お電話させてもらって、はい、今年ちょっとわかんないですって言われた時、あ、ちょっとどうしようかなってすごい思ってました。でも、はい、来てくれて嬉しかったです。いえいえいえ、いつもありがとうございます。じゃあ皆さん、あられさん、ね、イベント会場にいらっしゃるんで、記念に撮りたい方、また後で写真撮られてください。はい、声かけてください。ありがとうございます。今日も一日よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。あれ、はい、どうぞ。パクパク言ってます。あ、さあ、じゃあ奥、奥の方、奥の方、ちょっとね。あ、じゃあお客さん、ちょっとすいません、間から。なんかニヤニヤして登場しますよ。ニヤニヤして登場します。大丈夫。ガールズです。ガールズ始まった。オッケーです。ガールズ。まだガールズです。いや、違います。さっきの方がガールズです。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。いや、違います。松山さんです。お疲れ様です。ニックネームと、何聞いたらいいんだろう。小物向きをお願いします。ニックネームは、アピールです。小物向きは、特にないぞ。特にないぞ。特にないぞ。
今後後ろに絵を入れます。入れる、素晴らしいです。今日は一日よろしくお願いします。じゃあ、その辺りバッグなんか入れますかね。練習しても好きです。
のでも緊張するっすよやっぱり。しますよ。それだってこっち向いてたら喋れるけどこっち向いてたら無理です。いや全然喋れます。無理です。ジョン、今後の目標は何かありますか？今後の目標はないです。ないのね。はい、もう緊張してます、まあ、とりあえず素晴らしく今最後はチャレンジですね。おー、またバリバリの一番ビートあ、なんかギャラリーヤシ入ってますけど結構人気なんですね。あ、ニックネームは水木さん。あー、なるほど。じゃあ、一日楽しんでください。もう申し訳なさそうに言えないんでしょうけど、やってます。もうやめろって言われてます。じゃあ、バックしてください。セミの9個、スリーナインで出てた。セイは出ました、ね、セミの9個、スリーナインって、はい、あなたは一時やってたあのめっちゃセミセブンですもんね。そうだね、スリーセブン。そうだね、スリーセブン。去年よりも
は、ちょっと人気は少ない、少ない。もうハーレムではない。だからおまけもらってまいります。大丈夫かな、横浜までおてなれるこれ。大丈夫でございます。じゃあ今日一日楽しんでください。ありがとうございます。どうします、どうしようかな、まあ、ね、一回これでどんどん前出てけばいけるかな。一回これでバックで出ちゃいますか。ちょっとバック長いですよ。匂いします。よしの匂いがします。しますよ。じゃあすいません、お名前とこの目標をお願いします。
一番あの来れない人に聞いてくれって言われた質問があるんですよ。あの好きなタイプの男性は気になる好きなタイプは僕ですね。ありがとうございます。かぶせないで仕事ができる人です。あ、素敵なコメントありがとうございます。ありがとうございます。今日はあの一日楽しんでください。じゃあ、どうします。お姉さん、Thank you.
もうずっと転勤しちゃいますけど。いや、あれどうしてるんですか。白川さんでしょ、待ってたって言うから待っててくれてるんですよ。